県民の皆さまの安全・安心を確保するため、全力で職務に取り組んでまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。先月29日付で香川県警の本部長に着任した岡本慎一郎さんは、東京都出身の49歳。1999年に東京大学法学部を卒業した後、警察庁に入り、 去年6月からは警察庁長官官房参事官として経済安全保障担当を務めていました会見では昨日県警に外事課が発足したことを受け先端技術の国外への流出防止や国際テロの未然防止に向けた取り組みなどを強化したいと抱負を述べました